6人による争いとなった愛知県知事選挙。大差で勝利したのは3期12年の実績を訴えた現職の大村秀明さんだ。この3期12年をの実績をしっかり生かして、また次なる4年間ですね、県民の皆様と一緒に共同でですね、この愛知をさらに前進をしていきたい。ありがとうございました。物価高騰への対応、急を要する少子化対策、ポストコロナの成長戦略など、愛知県をどうリードしていくのか、4期目の構想に迫る。こんばんは。愛知県知事選挙は現職の大村秀明さんが4期目の当選を果たしました。今日はこれから愛知県をどうリードしていくのか、早速伺ってまいりたいと思います。大村さん、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に3期目のもうほとんど3年間ですね。そうです。はもうコロナに翻弄されたと言っても過言ではなかったと思います。でそのコロナがゴールデンウィーク明けには5類に引き下げという国の方針が出てますけれども、はい、これまでの経験を生かしてそのコロナ対策として残していくもの、まあ、維持していくものと変えていくもの、何か具体的に考えていらっしゃるところはありますか？はい、具体的なものをですね、我々の全国知事会を通じましても今組み立てておりましてね、はい、でやっぱり一番大事なのはやはり医療提供体制の確保だと思っております。はい、今はですね、愛知県の94医療機関とで入院を受け入れ、2200の診療検査機関で治療ということでございますが、はい、これからは普通のインフルエンザと同じような対応ということなので、多くの医療機関の皆さんにやはり受けていただかなければいけないということなので、そこをどういうふうに組み立てていくか、はい、しっかりとね、やはりこれまで受け入れてきた専門のね、医療機関病院がありますので、そういったところを各地区の拠点にしながら、やはりそのノウハウをね、しっかり近点化広げていって、とにかく医療体制をしっかり確保して、はい、県民の皆様をね、命と健康を守っていきたい。それが一番大事だと思います。はい、それからちょっとこちらを知事にご覧いただきたいんですけれども、はい、まあ、新知事に最も期待する政策というので、まず物価の高騰対策、これ 36.7% もあるんですね。それから子育て教育 21.7%、 この2つでもう6割近くを占めているんですね。はいはい、まあ、今とにかく生活が苦しいという方の支援、それから賃上げを求める声も多かったんですけれども、企業が賃上げしやすい環境というのをどうやって作っていくのか、そのあたりはどうか考えていらっしゃいますか？まず物価高騰対策についてはですね、はい、特に住民税非課税の世帯の方への支援金だとか、あと、はい、そして子育て世帯へのですね、支援金、これもですね、昨年から今年にかけて、それぞれ5万円、お一人1万円とかね、そうした形で支援をさせていただいておりますので、そういったものを引き続きね、またしっかり取り組んでいきたい。合わせてですね、今言われたようにやはり企業さんが賃上げもしていただく、そのためにはね、やはり生産性向上もしなければなりませんし、そのいわゆるいろんな作ったものなりいろんなものを価格転嫁もね、これ適正にやっていただかなきゃいけませんので、はい、そうした面での施策をしっかりやっていきたいということと、やはり生産性を上げて、やっぱり新たな付加価値を作って、それをまた賃上げのね、財源していくということは必要ですから、そうした意味ではやはり企業産業を強くする、特にやっぱり愛知の基幹産業である自動車産業のね、はい、これを生産性を上げていくためには研究開発力、技術開発力を上げていかなきゃいけませんので、うん、そうした面での拠点整備をね、今私どもトヨタ地区で、日本一のテストコースと、ね、研究団地の整備をやっておりますし、さまざまな自動車関係企業もどんどん今そういった研究開発力強化の投資進んでますので、そうしたことをしっかり私は県と一緒になってやってますから、そうしたものを後押ししていきたい。やはり物価が上がってますから、それをね、やっぱり対応できる、賃上げをですね、やはりやっていただけるように、それは経済界関係方面にも私どもから働きかけをしたいと思います。はい、それからその子育てに対するやっぱり不安というのもたくさん聞かれましたけれども、ここは具体的にやはりですね、今申し上げた物価がこう上がっている中での子育て世帯への支援ということをですね、はい、県の事業としても児童手当に上乗せをして1人1万円支給するということも年末から始まっております。はい、そして合わせて保育の体制整備ということでね、10年間で私知事になってから保育
の定員を、ね、30% 増やして19万3千人にする、はい、放課後児童クラブに至って 70% 増やして、ね、定員 6万1千人にするといったことで、あの保育体制しっかり整備しておりますので、はい、そうした子育て、教育、あ、それから教育の、ね、無償化、高校の私学の無償化も、幼稚園の無償化も、ね、はい、3年前実現しました。そうしたの教育の、ね、あの無償化、またあの、負担軽減、これもしっかり図っていきたいというふうに思っております。今どうしてもその保育士のなり手がいない、それから学校の先生もやっぱりハードな仕事ということで、なり手不足というのが課題になっていると思うんですが、そのあたりは何か具体的に考えていらっしゃることありますか？あの人材養成の大学なり教育館あるわけですね、そういったところでやっぱりしっかりタイアップして、もうとにかく今そのなかなかあの職場がきついからといって敬遠される嫌いもあるので、そうではなくて非常にやりがいのあるいい仕事だし、そしてまた働き方改革やって、そうしたあの、環境整備もね、やっていきますよと、多忙化解消もしっかりやりますからということも合わせてね、あの、この学校、そしてまたあの、幼稚園保育園ね、あのやっぱり担い手の方が、ね、来ていただけるように、はい、そうした環境整備はしっかりやっていきたいと思います。あのそしてもう一つ、まあ、去年オープンして話題になったのがジブリパークですが、はいはい、そのジブリパークだけじゃなくて、ジブリパークを中心とした周りの観光を、まあ、どうやって進行していくかっていうところも何か具体策ってあるんでしょうか？ジブリパークに来た方がやはりあの愛知県内を周遊していただける、はい、という形のね、そうしたあの観光面でのいろんなスポットを、こういったものがありますよということをあの県内の、市町村の皆さんと協議会作ってね、今 PR してますの で、で旅行商品も実際ねあのそういうの作ってますので、はい、そういったものを、まあ、あの着実にこう増やしていく、増やしていく、はい、そういったことをやっていきたいと思います。そのジブリパークにはもう全国から東京からも大阪からもいっぱい来ていただいてますから、でこれからあの実は1月にですね、英語の予約サイトも立ち上げましてね、はい、春以降そのそうした海外のお客さんの枠も作りまして、まあ、徐々に広げていきますので、海外からもね、まあ、とにかくジブリパーク行きたいけど、なんでチケット我々取れないんだって声がいっぱい来てましてね、はい、そうした声に応えていきたいと思いますので、そういう意味ではそういった方々がやはりあの、愛知ジブリパークに来てさらにこう周遊していただけるという、そういう仕掛けをね、しっかりやっていきたいと思います。はい、経済、それから子育て、さらにはもう観光と、まだまだ課題は山積ですけれども、はい、引き続きこの4年間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。